変身気分が味わえる。これだ。まるで変身気分、おしゃれでクールなマスク。お姫様気分を味わうことのできる上品なスイーツ。まるでお姫様気分、切るたびに絵が変わる絶品羊羹。さらにまるで異世界気分を体験できる話題のゲームなど、お取り寄せをこよなく愛する家族大鳥家が今回お取り寄せするのは、お家にいながらにして丸々気分を体験できちゃう商品。いろんな気分になれるアイテムが続々登場。そしてそんなアイテムを紹介するのは、ドラマ半沢直樹曽根崎役で大ブレイク、名古屋を代表するベテラン俳優佃典彦。名古屋の演劇界を席巻、演劇において数々の受賞歴を持つ女優中田優子。エンターテインメントグループ GTS のリーダー、エンタメ界の若きホープ岩崎真。名古屋発ラウドポップガールズユニットシャチのセンター、秋元ほのか。年末年始のおうち時間はお取り寄せで楽しもう。こんなん買ったわ大鳥家のヒポビット。ああもう暇だな、年末だってのに行くとこないし、母さんは出かけちまってるし、次郎兄ちゃんも旅に行ったっきり帰ってくる気配ないし。そうだ、手紙が来てたぞ。見して見して。みんな元気、僕は今エオルゼアという世界で頑張ってるよ、気が向いたら帰るねって。エオルゼアってどこ？エチオピアと間違えてんじゃない？相変わらずよくわからんやつだな、うん、こんにちは。あ、セミヤさんこんにちは。もう相変わらずあなた方夫婦は勝手に入り込んできますね。もうお隣さんなんだからいいじゃない。で、今日はどうしました？最近旦那がおかしいのよ。そんなのいつもじゃない。さ、そうなんだけど、俺は歴戦の戦士だ。戦いが俺を呼んでいる。今日も俺は戦に行くさーなんてしょうもないこと言ってさ、なんか戦士気分に浸ってんのよ。何それ。僕もそんな気分に浸りたいよ。はあ、なんかないかな。あ、殿様始まるわよ。さあ始まりました、殿様。司会の明智ピカヒデです。アシスタントのおいちジエンドです。この番組はスタジオに鎮座する殿様に質のいい様々な情報という名の年貢を献上する情報バラエティとなっております。さあ本日殿様に献上する情報は一体何なんでしょうか。 VTR どうぞ。うい、はーい、殿様、足軽調査員の白井夏とアンシェリカです。今日の特集は家にいながらにして丸々気分を味わえちゃうアイテムをご紹介します。まず最初はこちら、家にいながらにして異世界旅行気分、ファイナルファンタジー14。第1作発売から33年、多くの人に愛され続けているファイナルファンタジーシリーズのファイナルファンタジー14。このゲームの醍醐味は世界のプレイヤーと交流し壮大な冒険を進めることができるところなんです。そのプレイヤー数はなんと全世界で2000万人以上。ゲームを通して世界中の誰とでも楽しむことができます。私ほとんどゲームやったことないのよ。あ、やらないんだ、うん、できるかな私。何年もやってないのよ。そうなんですね、うん、でも大丈夫です、うん、そんな普段ゲームをやらない人でも楽しめるのがこのファイナルファンタジー14なんですよ、はいはいはい、実際に体験してみましょうか、うん、やってみよう、はい、まずは自分が操作するキャラクターから作っていきましょう、うん、自分が操作するキャラクターの顔や髪型から身長まで自分好みに作り上げることができるんです。なんか私好みの男前に出来上がってきたんじゃないこれ。昔ね、あれよ、同棲した男にちょっと似てそうだったんですか。感情移入しやすいですね、うん、ではキャラクターができたところで、うん、はい、ファイナルファンタジー14の世界、うん、エオルゼアに出発です。エオルゼア、あれどっかで聞いたことあるぞ。またエチオピアと間違えてる。このゲームでは様々なミッションをクリアしながら自分のレベルを上げたり強
強い武器を手に入れたりするのが楽しみとなっています。今回は最大の楽しみである世界のプレイヤーと一緒に冒険に参加してみます。じゃあ今からプレイヤーさんを募って戦いに出ていきましょうか、うん、はい、これってさ、はい、これ世界中のプレイヤーさんって今同時にゲームしてるってことでしょ。そうなんです。すごくない？今そことつながってるってこと？そうですよ、家にいながらにしてつながれるんです。感動。ゲーム内ではこのように募集機能を使うことで一緒に冒険に参加してくれる人を募集したり直接誘うこともできます。あ、早速参加者が入ってきましたね。あ、来たね、うん、ジロー大鳥さんだって、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジロー大鳥ってジローじゃないか。手紙に書いてあったエオルゼアってゲームの世界のことだったんだ。あ、もう一人入ってきましたよ。あ、本当だ。あら、ヒロシとナリさん。あら、私の元彼に似てる。ヒロシとナリってこれ、うちの旦那じゃない。ゲーム内のヒロシさん、髪の毛ふっさふさふさ。もうそれ以上言わないで。仲間が揃ったところでミッションスタート。敵を倒し、目的を達成します。迫力が結構ありますよね。行きましたね。行った。すごい達成感ある顔してる。いや、俺ももうなんか負ける気がしないわ。強気。こうやって世界中のプレイヤーと協力しながら進めていくんです、うん、へー、私今ってことは異世界気分を味わってるってこと？そう、まさに。へー、楽しんでもらえてますか？いや、楽しい。いいですね。ハマるね、これ。そうなんですよ、うん、ただ、うん、ファイナルファンタジー14の楽しみは戦うだけじゃないんです、うんうんうん、他にもチョコボレースや麻雀などのミニゲームも楽しめたり、自分好みのアイテムを制作したり、自分の土地に家を建てたりなど、冒険以外にも様々な楽しみ方があるんです。つまりはもう一つの世界で遊んでいる感覚です。それにしてもこんなに話題になってるとはな。この世界と違う世界で楽しめるなんて興味出るわね。よし、それじゃあ早速ゲームの情報を集めよう。さすが、行動が早いね、お父さん。お取り寄せ道その9、興味を持ったら即行動だ。あ、待って、殿様まだ続くみたいよ。さあ、続いてのアイテムはお家で最高の運転士気分、電車でゴー、走ろう山手線。ゲームセンターでもおなじみ電車でゴーの最新作がついに登場です。1997年発売から20年以上、不朽の名作電車で GO の最新作が登場。電車の運転士になり、運行ダイヤ通りに電車を走らせ、停止位置に正確に止めるという鉄道運転シミュレーション。車窓からの景色や細部にまでこだわった電車の描写は圧巻です。電車で GO か。いや、昔よくゲーセンでやったけど、はぁ、随分変わったわね。まあ、自慢じゃないけどね、人生の大半をこれに捧げてきました。確かに自慢じゃないね。うん、ゲームは東京都を走る山手線が舞台。プレイヤー自ら運転士となり電車を走らせます。時刻通りに駅を出発し、制限速度を守りながら次の駅を目指します。進行、新大久保、出発、出発進行、スタート。映像綺麗だな。映像綺麗だね。景色も見てます？今やっと見たわ私。ゴールには停止位置が決められていて、本物同様誤差を少なく止めることが重要となります。どうだ、あら、ブレーキが強すぎます。何なのよこれ。過ぎました。何、難しいな、これでも楽しいね。天気や時間帯、乗車率も自分で選べ、本物の電車を走らせている気分になれるのが電車で GO の醍醐味。年末ずっとお家にいるよっていう皆さん、これでいろんな世界を満喫してみてはいかがですか。殿様にお返しします。さあ殿様、本日の年貢はいかがでしたでしょうか。あっぱれ、あっぱれが出ました。見事あっぱれが出ましたので、ご褒美として、よし、 PS4 は確か一風が持ってたから、電車でゴー
お取り寄せだ。数日後、早速電車で号が届いたようです。電車で号が来ましたよ。一風の部屋から PS4 も借りてきたし、早速やるか。いただいま。お邪魔するでござる。あ、いらっしゃい。あれ、父さんゲームなんて珍しいじゃん。うん、実はね、これをお取り寄せしてね。ほう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 。電車で号走ろう山手線ですな。あれ、知ってんの？もちろん。ゲーム業界に革命をもたらした風雲児、後の体験型シミュレーションに大きな影響を及ぼした名作、その最新作ですぞ。癖の強い解説をありがとう。いやね、あのゲーセンでやったっきりだから、こう久しぶりにやってみようと思ってね。拙者もゲーセンでは強しでゴーという異名を持つほどハマっておりましたぞ。強しくん、実は私もね、誤差ゼロのようちゃんとゲームセンターでは恐れられたほどの腕前なんだよ。ほう、ならばこの知識知っておりますかな。電車でゴーのことなら何でも知っているよ。山手線一周の長さは何キロかご存知であるか。山手線の話？ 34.5キロメートル。小中の小の質問だよ。やりますな。ならば山手線東京駅から外回り5番目の駅名は何？中縄ゲートウェイ。さすがだ。ならば山手線。いつの間にか山手線の話にそれてるから。もって脳書きはいいから、二人で対決してどっちが上手か決めたら。一風し良い提案ですぞ。それじゃあ誤差を少なく停車できた方の勝ち。それでいいかな。どうせ私が勝つんだが、完封なきまでに叩き潰しますぞ。自信満々だな。当たり前でござる。拙者の腕前見せるでござる。早いよ。お前いや、そんな、あ、行き過ぎ行き過ぎ。口ほどにもない。私が真の運転を見せてやる。誤差ゼロのようちゃん、行きます。待って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 、ブレーキブレーキ。二人とも下手すぎ。口ほどにもないってこのことだね。僕は今ね、ちょっと立ちくらみがしてね。立ってないでしょ。ねえ、最初の手汗がすごくて、もう滑って滑って大変だよってことだね。君はね、言い訳が過ぎるぞ。だいたいね、君の世代はゲーム慣れしてるだろうが。ゲームに世代もクソもないでござるよ。あるんだよ、世代というのはね、ジェネレーションというんだよ、君。あのね、あ、うるさい。電車は発車いたします。毎回毎回勝手に入り込んでこの無賃調子やろう。耳が。お客様、白線の内側までお下がりください。押したな。あ、客に手を出したな。撃たれてやる。お客様、撃たれてやるぞ。あら、賑やかで楽しそうじゃない。私の方が上手だよ。いや、拙者の方が上手でございます。私はね、そのね、倍上手だね。母さん、めちゃくちゃ上手じゃん。やったね、見て見て、誤差 0.5 センチだって。あの二人なんて全然できなかったんだぜ。あら、そうなの。簡単簡単。もう一回これやらせてくれ。納得がいかん。電車内ではお静かに。じゃあ母さんの電車に乗せておくれ。ついでに拙者も。さて、始めるか。これは大鳥家で月に一度行われる自分が買ったお取り寄せ商品を見せ合う家族会議。今月はどんなテーマの商品をお取り寄せしたんでしょうか。今月のテーマは、使うだけで丸々気分を味わえるアイテムだ。ちなみに私が用意したアイテムは、変身気分が味わえるこれだ。じゃあ、今や普段の生活になくてはならないマスク。そんなマスクにウルトラマンのデザインマスクが登場。
接触冷感、抗菌防臭の素材で付け心地も抜群。さらにセブンやレオなど懐かしのデザインで、つければまるで変身気分を味わえるおしゃれでクールなマスク。お父さん特撮好きだもんね。いや、さすが私のことをよくわかっているな、ピグモン。早速ウルトラマンになりきっちゃってるよ。それではみんなのアイテムを見せてもらおうかな。最初は誰だ。はいはい、ウルトラの母。はい、私が買ったお取り寄せはぐうたら気分を味わえるこれ、ルームメイトスーパーネットサーバーよ。なんだこれ。コーヒーを一杯だけ飲みたいなって時、お湯を沸かすの面倒じゃない、うんうん、これはペットボトルを差し込むだけで2秒でお湯が出るのよ。コーヒーなどが飲みたい時、少しのお湯を沸かすのが面倒、そんな時はこのスーパーネットサーバー。差し込み口にペットボトルをセットするだけで、わずか2秒で熱湯が出てくるんです。さらに3段階の温度設定があり、赤ちゃんのミルクや料理などそれぞれの使い方に合わせられる優れもの。いいね、私のスペシウム光線の温度1億度にも匹敵するんじゃ。じゃあ僕が行こうかな。僕がお取り寄せしたアイテムは美食家気分を味わえるこれだ。鉛筆削り、いや調理器具なの。正解。これは納豆を極限まで美味しくする究極の NTO だ。納豆の最高な食べ頃を実現する究極の NTO。 納豆をセットし、まずハンドルを305回回す。すると醤油扉が自動で開き、醤油を投入。再度119回、合計424回ハンドルを回せば究極の納豆が完成。納豆好きにはたまらないアイテム。母さん、これから納豆はこれでよろしく。いやよ、あの424回回すんでしょ、うん、もう自分で言いなさいな。ウルトラマンの私は3分以内に回し切らねばならんって。最後は私ね。私がお取り寄せしたのは、お姫様気分を味わうことのできる上品のスイーツ、羊羹ファンタジアっていう和菓子なんだけど、これね、切るたびに絵柄が変わるの。会津若松の老舗和菓子長戸屋が生み出した羊羹ファンタジア。羊羹を切るたびに絵柄が変化し、三日月は満月に、羽を休めていた鳥は月に向かって羽ばたいていく様子を表現。グッドデザイン賞を受賞するほど幻想的な雰囲気を醸し出します。贈り物にも喜ばれる一品。綺麗ね、幻想的だわ。今回の商品も素晴らしいものばかりだったね。我がウルトラファミリーに栄光あれ。それじゃ家族会議も終わったところで、ミミの羊羹でお茶でもしませんか。そうしよう。よし、私も食うぞ。あれ、ウルトラマンって太陽エネルギーがあればご飯いらないんじゃない？あ？じゃあ3人で食べましょう。ピコン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 。イエー！大鳥家の昼下がり、なんだか今日は謎の緊張感が漂っていますが。ああ。お父さん、お母さんと仲直りできそう？完全に無視されちゃってるからな。結婚記念日を忘れるなんて、私のバカバカバカ。かなり怒ってたからね。離婚されるかもしれない。もしそうなったら、ミミはお父さんについてきてくれるよな。お母さんの方かな。そんな。僕はお父さんについてきますよ。君には聞いてないよ。大丈夫ですよお父さん、僕がいいものをお取り寄せしておきました。何それ。達也がお取り寄せしたのはボタン型スピーカー、ペチャット。専用アプリに内蔵されている音声をスピーカーが喋ってくれるんです。お家にあるぬいぐるみなどに取り付ければ、まるでぬいぐるみが喋っているように見え、おとぎ話気分に浸れます。さらに入力した言葉を喋らせることも可能なので、お子様へのプレゼントにもぴったりなアイテム。
で、これどうするの？このペチャットを使ってお母さんに謝れば許してもらえますよ。そんなの無理に決まってるじゃん。だってこれ子供のおもちゃだもん。これは大人も使えるんです。いいですか、ちょっと見ててください。入力された言葉でミミちゃんと喋ってみますから。ミミちゃん。なに？僕ミミちゃん大好き。やだ、かわいい。私は一体何を見せられているんだこれ。ぬいぐるみが話すとほんわかした雰囲気になるでしょ。まあ、そうかもしれないけど。ダメに決まってんだろバカ。ほらペチャットを使って会話できたじゃないですか。お父さんもペチャットを使ってお母さんと仲直りすれば。いやでもな。いいの、お母さんと離婚しても。いやだ、絶対したくない。達也さんちょっと貸して。大丈夫、かっこいいお父さんならきっと仲直りできるよ。かっこいいって。よし、頑張る。かっこいいお父さん、クリスマスに新しいバッグを買って。わかった、新しいバッグ。ちょっと待って、え、今バッグ関係ないじゃん。いいじゃん、ケチケチンボ、お取り寄せバカ。ボロカスだな。このように直接は言いづらいこともペチャットなら素直な気持ちをそのまま伝えることができるの。え、今のあのボロカスなんであらかじめ入ってた？許してもらって仲直りしましょう。いや、やはりこういうことは直接本人に伝えるべきだと私は思う。だって無視されるんでしょ。それでも頑張る。お取り寄せ堂その11、欲しいものは決して諦めるな。だ、お取り寄せ今関係ないじゃん。母さん、お父さん、今話しかける絶好のタイミングだったのに。あ、ダメだ。それ…お父さん、ごめんなさい。仲直りしたかったけど、意地になっちゃって。もう気にしていません。母さんも仲直りするためにお取り寄せしてたんだよ。母さん…お父さん、使ってください。違うんだよこれ。お兄ちゃんも誘って何か美味しいものお取り寄せしましょうか。さすが母さん、うん、それがいいね。支払いはお父さんのお小遣いから。ケチンボ。